東京農業大学は東京都世田谷区桜川岡一丁目一番一号に本部を置く日本の私立大学である。1925年に設置された大学の略称は東京農大、農大、とは。日本で初めて設立された私立の農学校であり、2017年度まで農学を専門に扱う日本で唯一の大学であった。東京農工大学。 農業社大学校、日本の各道府県にある農業大学校とは名称が類似しているが特に関係はない。農大の前身である東京農学校の初代学長、横井時義は、稲のことは稲に聞け、農業のことは農民に聞けや、農学栄えて農業を滅ぶといった言葉を残した。これは関連論を拝して実際から学ぶ姿勢を重視し、 学問のための学問ではない、実学主義を重視することを表している。現在も農大は、実学主義を教育理念とし、人物を畑に返すと、農業後継者や地域社会の担い手の育成を、最大目標としている。2018年度に、新潟食料農業大学が開学するまで、日本唯一の4年生農学専門大学であった。現在では、 従来の農学に加え、生命科学、環境科学、情報科学の分野も扱っている。環境問題へ積極的に取り組むことも目的としている。北海道オホーツクキャンパスは、北海道しり市で唯一の私立大学である。応用生物科学部禁止保存室には、細菌や酵母などの微生物約7000株が保存されている。 これは、世界有数の禁止コレクションである。2004年6月には、河野智博応用生物科学部バイオサイエンス、学科教授らの研究グループが世界で、初めて卵子だけで哺乳類を発生させることに、成功したと科学雑誌、ネイチャーに発表した。校門に掲げられた公表や、大学のパンフレットで使われている、東京農業大学の文字は、宗方志向によるものである。 また、応援歌の一つに、青山ほとりがあり、大根踊りとして世間に知られている。江野本武明横井時義、東京農業大学開校の地1927年当時の、東京農業大学時は松校舎1938年当時の、カラフト農場と学生たち明治時代、北海道開拓に携わった、江野本武明は、日本の力を高めるためには、 国内農業の発展が不可欠。日本の農業発展のためには、農民の教育が必須と考えて、1891年に、徳川育英会育英校に農業課を設立した。設立地付近である、東京地下鉄飯田橋駅 A4 番出口前に、東京農業大学開校の地という石踏みが存在している。1893年には、 徳川育英会育英校から農業科が独立して、私立東京農学校となるも、経営悪化から、大日本農会の下での経営となった。大日本農会付属私立東京農学校、大日本農会付属東京高等農学校と、解消した後、1903年に、専門学校令による認可を経て、1925年に、大学令に基づく東京農業大学となる。 なお、2009年時点で、農学系大学は国交私立合わせて51校もあるが、1943年まで農学部を有する大学は、東京帝国大学、北海道帝国大学、京都帝国大学、九州帝国大学と農大,大のみであり、私立で唯一、農学博士の学位授与を行っていた。1898年より、 東京の渋谷常磐松町の常磐松御領地内に校舎を構えていたが、第二次世界大戦の際、空襲により校舎を消失したことから、1946年、世田谷区の陸軍気候整備学校跡地に移転。現在の世田谷キャンパスとなる。新生大学移行後は、短期大学及び大学院の設置、厚木キャンパス。 北海道法津区キャンパスの開設などを行うなどし、2011年に創立120周年を迎える。世田谷キャンパス、厚木キャンパスを法津区キャンパス、スクールカラースクールカラーは、松葉力である。この色は、かつて、農大があった渋谷城番松にあった老松の葉の、緑色に由来している。交渉1893年の私立。 東京農学校として独立した際、稲穂の向かい合った円の中心に、脳の一文字を入れたものを交渉とした。その後、1911年に、私立東京農業大学となった際、大学部本科の覚悟に、農大の交渉を入れて以来、この交渉を使用している。校科、応援科東京農業大学学科は、1925年5月、国文学者、 尾上最終に作詞を作曲家山田工作に作曲を依頼し、翌1926年9月25日に発表された。以来、農大の学科として歌い継がれてきている。学部農学部は、1925年の旧制農大創立以来、農大に設置されている学部であり、最も歴史がある。戦後長らく、世田谷キャンパスに設置されていたが、 1998年、農場を併設する厚木キャンパスへ移転した。農学科は、農学部設立と同時に設置された、農第一歴史がある学科である。畜産学科は1947年4月1日に、千葉農学部専門部畜産科として設置され、1949年2月21日、農学部畜産学科となった。 バイオセラピー学科は2006年4月1日に設置された。平成30年度から平成29年度まで、応用生物科学部は1998年に農学部を改装して設置された。バイオサイエンス学科は1998年の学部改装の際に新設された。生物応用科学科は1945年4月1日に、 農学部農芸科学科として設置され、1949年に農業科学科、1954年に農芸科学科と解消し、1998年に生物応用科学科となり、2018年に再び農芸科学科と解消した。醸造科学科は日本唯一の醸造、微生物専門教育学科であり、 1953年1月31日に農学部醸造学科として設置され、1998年に醸造科学科となった。栄養科学科は1961年農学部栄養学科として設置され、1968年に栄養学専攻及び管理栄養士専攻の専攻分離を実施し、1998年に栄養科学科となった。 生命科学部は2017年に応用生物科学部を一部改組して設置予定である。バイオサイエンス学科は応用生物科学部に既存であった学科が移籍する形で設置される。ただし一部の研究室は新設である。分子生命科学科及び分子微生物学科は新設である。地域環境科学部は1998年に 農学部を改祖して設置された。森林総合科学科は1947年4月1日に、千葉農学部専門部林業科として設置され、1949年2月21日に、農学部林学科に改祖し、1998年に、森林総合科学科となった。生産環境工学科は1905年に、農商務省より開梱を予備工地。 生理技術院講習を委託されたことを起点とし、1945年4月1日に農学部農業土木課として設置され、1949年2月21日に農学部農業工学課に改祖し、1998年に生産環境工学課となった。造園科学科は1924年に発足した。 東京高等増援学校を1942年4月1日に農大が合併し専門部増援科として設置され1949年2月21日に農学部緑地学科に改祖後1956年農学部増援学科に改祖1998年に増援科学科となった国際食糧情報学部は1998年に 農学部を改組して設置された。国際農業開発学科は1926年11月に発足した植民研究会を前進に、1937年12月27日に専門部農業拓色科として設置後、開拓化と解消されたが、第二次世界大戦の敗戦後、GHQ の命令の下文部省の命令により、 1947年3月31日、廃止された後、1956年に農学部農業宅食課として復活。1991年に農学部、国際農業開発学科に解消後、学部再編により、国際食料情報学部に設置された。食料環境経済学科は1936年に、 当時の農学科で農業経済学を担当していた教員や勉強していた学生を中心に社会科学系の学科創設運動が始まり1938年12月16日に農学部農業経済学科として設置され1998年に食料環境経済学科となった国際バイオビジネス学科は1998年に 生物企業情報学科として設置され、2005年に国際バイオビジネス学科となった。国際食農科学科は2017年に開設。生産科学系、食品科学系、食農文化系、食農政策系、食農教育系など、多角的な科目を廃止、食農について総合的に学ぶ。フードスペシャリスト要請のカリキュラムが設置されている。 生物産業学部、1989年のオホーツクキャンパス開設に再施設置された。学部開設時、生物生産学科、食品科学科、産業経営学科の産学科が設置され、2006年にアクアバイオ学科が新設された。また、食品科学科は2010年4月に、食品交渉学科に、生物生産学科2018年北方圏。 農学科に改祖された。大学院農学研究科は1953年3月31日に農学専攻及び農業経済学専攻が設置されたことにより設置された。その後、1957年に農芸科学専攻、1986年に畜産学専攻、林学専攻及び食品栄養学専攻、九百九十年に 醸造学専攻、農業工学専攻、造園学専攻、国際農業開発学専攻及び環境共生学専攻、2002年にバイオサイエンス専攻及び国際バイオビジネス学専攻が設置された。環境共生学専攻のみ博士工期課程を設置し、他の各専攻は博士全期課程と博士工期課程を設置している。 2020年から2021年にかけて、順次農学研究科を改組し、応用生物科学研究科生命科学研究科地域環境科学研究科国際食料農業科学研究科が設置された。応用生物科学研究科は2020年に、農学研究科を改組し、農芸科学専攻、醸造学専攻、食品安全健康学専攻及び、 食品栄養学専攻が設置された。生命科学研究科は2021年に農学研究科を開組し、バイオサイエンス専攻、分子生命科学専攻、分子微生物学専攻が設置された。地域環境科学研究科は2021年に農学研究科を開組し、林学専攻、農業工学専攻、造園学専攻、 地域創生科学専攻が設置された。国際食料農業科学研究科は2021年に農学研究科を開祖し、国際農業開発学専攻農業経済学専攻国際アグリビジネス学専攻国際食農科学専攻が設置された。生物産業学研究科は1993年に、収支家庭生物産業学専攻として設置後、 1995年、同専攻を博士前期課程とし、博士後期課程が新設された。東京農業大学グリーンアカデミー、東京農業大学は、世田谷キャンパス内に各種学校の東京農業大学成人学校を設置していたが、平成22年4月から、東京農業大学参加の組織、グリーンアカデミーとして活動を開始。 平成23年4月からは、東京農業大学エクステンションセンターと組織を一体化。この学校は、生涯学習専門機関として50歳以上の人を対象にした学校である。園芸、増園という農大職を出した講座と、健康に関する講座を行っており、現在は、加盟変更し、グリーンアカデミー本科、グリーンアカデミー専科、生活健康科としている。 本学卒業生である、豊山勝夫は、日本相撲協会を、定年退職後に、夫妻で通い始めた。付属関二21世紀 CEOE プログラム文部、科学省私立大学戦略的、研究基盤形成支援事業文部科学省、科学研究費補助金、特定領域研究科学技術振興機構戦略、的創造研究推進事業現代的教育ニーズ、 取り組み支援プログラム特色ある大学教育支援プログラム質の高い大学教育推進プログラム農大のサークル活動は世田谷、厚木、オホーツクとキャンパスがそれぞれ離れているためキャンパスごとに設置されているサークルが異なっている。世田谷キャンパス、厚木キャンパス北海道オホーツクキャンパス農大でのサークル活動は1904年10月25日の ノートモカもリンジ大会で学術部、文芸部、娯楽部、運動部が設立されたことからその歴史が始まる。このうち文芸部と学術部を前身とする講演部は2009年時点でも存続している。サークル活動で特筆すべき事項として全学部応援団がある。全学部応援団は1931年6月19日に 東京農業大学全学学生応援団として設立され、1948年2月16日に今の全学部応援団となった。また、農大における応援団はその名の通り、全学生によって組織されている自治団体であり、他校のように運動競技応援に一辺倒ではなく、学術部門に関する応援も行っている。通常の応援団業務は、 全学部応援団リーダー部、全学部応援団吹奏楽部、全学部応援団チアリーダー部の3団体が行っている。また、全学部応援団設立時、応援団の旗を日本一立派なものにしようと考え、この絵師団の槍を応援団旗の旗竿にしようと、陸軍省に申請したところ、陸軍大臣より下付された歴史がある。この絵師団の槍を旗竿としてカフされたのは、 農大のみであり、長盤末時代の戦災により旗は消失したものの、旗竿は今なお現存している。また、各サークルのうち、講演部は、毎年12月に弁論大会として、農林水産大臣杯争脱全日本学生弁論大会を主催している。農村調査部のようにもともとは、学科の研究室を母体として発足した、サークルなどもある。 サークル活動とは別に、同好会も数多く設置されている。農大の学園祭は、収穫祭と呼ばれており、毎年、文化の日あたりに行われ、例年、15万人以上が来場する。キャンパスごとに独立して開催されており、2019年の場合、世田谷キャンパスでは、創立128年収穫祭、厚木キャンパスでは、第20回収穫祭、 おホーつくキャンパスでは、第31回収穫祭として開催されている。収穫祭では、野菜の無料配布をはじめ、聞き酒大会、酒のつかみ取りなどの農大ならではのイベントが、開催されている。収穫祭の運営は、収穫祭実行本部、宣伝隊本部、ステージ企画本部、文化学術展本部、模擬展本部、体育祭本部の、 計6本部で運営されており、収穫祭実行本部、ステージ企画本部は、脳友会総務部、宣伝隊本部は、全学部応援団、文化学術展本部、模擬展本部は、脳友会文化団体連合会、体育祭本部は、脳友会体育団体連合会がそれぞれ担当している。また、本部に準じる団体として、収穫祭環境対策委員会があり、 本部と同じく運営に携わっている。各本部は各学科ごとに構成されている学科統一本部と活動を共にする。箱根駅伝極産登りに挑む東京農業大学の選手東京農業大学食と脳の博物館世田谷キャンパストレーニングルーム厚木キャンパス北海道オホーツクキャンパス17号館内のカフェテリアグリーン。 17.18号館内の、レストラン鈴城、食と農の博物館内の、カフェプチラディッシュ、グリーンアカデミーホール内の、グリーンアカデミー、ホールレストランの4つがあり、いずれも、学生、教職員以外の一般人の利用も可能となっている。また、常磐紹介館内には、東京農業大学生活共同組合の店舗があり、テイクアウト専用の、一番半と、 スパゲッティカレー専門店の網がある。本部棟内にレストランケヤキがある。3号館内のレストランジャングルポケットと7号館内のレストランクリオネの2店舗がある。学生会館として常磐小会館、常磐松会館別館、常磐松学生会館の3棟ある。従来常磐小会館と常磐松会館別館の2棟が 学生会館として利用され、会館がサークルの部室として、別館が同好会の部室として利用されてきた。別館の老朽化が著しいことから、2008年に常磐松学生会館が建設され、同好会の部室が学生会館に移転した。また、常磐松会館には、東京農業大学生活共同組合の店舗が入っており、学生へ、 教職員以外の一般人の利用も可能となっている。学生会館が一棟ある。学生会館が一棟ある。キャンパスに隣接して、桜ヶ丘寮、若草寮、星雲寮、育英寮の4つが設置されている。また、ノート向かいの野球部、相撲部、ボクシング部、レスリング部、剣道部の各部は、キャンパスの外れにが縮小を持っている。 一般に学内と思われているが、夜は閉門され、学外とされている。農業に関する専門的な教育、研究を行っているため、日本各地に農場を設置して、実習や研究を実施している。伊勢原農場の一部として、水田を中心とした補助で、工芸作物に関する試験、研究を行っている。農学部管轄。世界各地にある、 農業大学を中心に18の大学と姉妹公共展を結んでいる。ありがとうございます。